安藤沙織は日本の女優、女子プロレスラー。滋賀県大津市出身。女子プロレスラーとしては2019年までアクターズガール Z に所属していた。2020年現在は芸能事務所ともにフリー。女子プロレス団体スターダムの芸能部門、スターダムプロモーションに所属し、舞台を中心に活動していた。事務所の先輩であった、マナセユーナの指導を受け、 2015年5月31日、新規バファーストリングで行われた、アクトレスガール、Z プロローグ大会で、プロレスデビュー。デビュー戦は、金村香里夏美戦。金村のくれないブレに15分29秒で沈んだ。なお、この時着ていた青いコスチュームはマナセが、デビュー戦で着ていたものである。以降、マナセと安納の頭文字を取り、タッグチーム、マーズを結成。 9月8日の旗揚げ戦では、ハリマ・ユーキオザキ・イモーとかのタートルズに勝利。10月11日にはスターダムに参戦。安納サオリ本格プロレス参戦マッチと銘打たれ、加藤優と対戦した。以降、スターダム常連となり、11月15日には、後楽園ホール初登場。ビル・ヒロミスターライト・キット組と対戦する。2016年3月27日。 ビギニング、アクトレスガールズアクト6ではマナセユーナとシングルマッチを行い、18分33秒ビッグブーツからのフィッシャーマンスープレックスで死傷声を果たした。12月29日、埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで行われた格闘技エキスポ2016のビギニング提供試合に出場。マナセとのタッグを復活させた。2017年4月7日、 JWP25 スアニバーサリー、後楽園大会で、藤ヶ崎忠子の持つ JWP 認定ジュニア、王座ポップ王座に挑戦、7分50秒、変形リバースゴリースペシャルに敗れる。4月19日、万木夏美とのタッグで、レッスルマイナス1、後楽園、ホール大会に参戦。木村花&、再起玲角味に敗れる。5月4日、堀田自主工業で、 堀田由美子豊田真奈美組と対戦。21日、大立大会で、堀田由美子木村花組と対戦。28日には、熊井牧のデビュー戦を含むダブルヘッダーを行う。7月30日、ドリーム女子プロレスで藤ヶ崎を二段式原爆型めで、下しポップ王座を獲得、アクトレスガールズとして、初のベルト体感者となる。八月十七日、 全日本プロレス45周年記念両国大会、新たなる決意に、大礼試合で出場。2018年9月7日の興行で、尾崎真由美率いる正規軍入りを表明。9月25日に開幕する、ビギニング初の王者決定戦、アクトレスガールズシングルチャンピオン決定トーナメントに、出場。1回戦でミーを、フィッシャーマンズスープレックスで撃破。 10月9日の2回戦では、ドラゴンスープレックスホールドで、万義夏美に勝利。11月15日、後楽園ホールで行われた、決勝戦で先を破り、初代アメリカンワイヤーゲージ王者に輝いた。2019年1月6日、新木バファーストリングにて、高瀬美幸を破り、アメリカンワイヤーゲージシングル王座初防衛に成功。これ以降、関口翔、本股へ、 ジュリアと防衛を重ねる。11月28日、アクトレスガールズを12月30日の新規バファーストリング大会をもって対談することが発表された。12月30日、新規バ大会をもってアクトレスガールズを対談、以後はフリーとして活動している。2020年5月16日、DDT テレビショースタジオ大会にて赤いきの おきバリやス7番勝負の一戦として対戦するも敗北。2016年10月のファイアプロレス。ハロウィン大会で初登場した安藤の別キャラクター。黒いレース地のアイマスクに漆黒コスチューム、赤いガーターベルトという SM 女王を思わす、いでたちのヒールレスラー。限定キャラになるかと思われたが、11月24日、朝鮮党プロレス FMW にも登場。 12月27日のアクトレスガールズ新木場大会でホーム初登場を果たした。ありがとうございます。